どうも、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はですねそう、今朝上げた動画なんですけども、コメントが結構たくさんついたんで、今のうちに返信をしておこうかなと思います。あのもう結構返信も追いつかなくなってきたんで、確認してハートマークを押すぐらいにはなってきたんですけども、まあでもね、すべてをそうするわけにはいかないんで、 え、こう、いくつかの動画のうち、一つとか二つぐらいはね、丁寧に返信していこうと思います。皆さんとの関わりがね、私の唯一の、その、なんて言んですか、社会との接点ですからね。えー、ということで、今回の動画は、レイヤー新選組と山本太郎さんの凱旋の特徴です。まあ、も私がね、ビジネスをしていて、それを始めた頃っていうのが、ちょうど選挙の期間中だったか、うん、なんかすごくね、 窓の外で私がセミナー中に <laughs> やかましかった覚えがあるんですよね。まあそのことについてちょっとぼやきながらの振り返り動画だったわけですけども、コメントはどのようについてるかなというふうに感じています。はい、まずね、つい最近見つけました。 もこさん、話がわかりやすくて残ります。議員になるべきです。と応援しますと。あ、本当ですかありがとうございます。もっともっとね、上手に話せるように、えそして配慮できるように、務めたいと思います。え、次、えっ、ー、と、これはちょっとお名前読みにくいんですけども、久保さん配信いつもありがとうございます。ぜひ久保さんに令和で議員になってください。そして山本太郎代表の力になってください。よろしくお願いします。あ、そうですかありがとうございます。なんかね、あの、お前なんて何、何 令和新選組から公認取るなとか言われるんだったらね、ちょっと凹むんですけども、応援のコメントは嬉しいですね、やっぱりね。え、久保さんいつも配信ありがとうございます。太郎さんが総理になったら社会は変わりますね。そうですね。そのためにやってくださってるわけですからね。あ、タミコさん、またコメントね。久保さん、エスカレーターの話はなるほどとてもわかりやすい、的を射てるなと感じしました。えー、衆議院選挙には令和新選組から出てください。あ、ありがとうございます。キレキレのスピーチで群衆を沸かしてください。 できるかな <laughs> 山太郎さんの凱旋も聞きに行き胸に染みて涙を流したこともありました久保さんの言葉にも心を動かす力があります苦労した経験からにじみ出てくるものでしょうねと今の議員たちは2世3世4世等の指定席になっていて無能なボンボンたちでえー、なんですかねま,まなんだろうこれすいませんちょっと読めませんねこれすいませんこんなボロボロな日本になってしまいましたこの国を救えるのはやはりれいわ新選組 制作でしかないかなと、えー。ぜひ久保さん、令和新選組から立候補して、山田田さんのツーショット見てみたいですと。ツーショットね、ちょっとね、そういえばそうですね、写真のお願いをしたことがなかったですね、私もお会いした時に。はい、次です。おはようございます。広島の方なんでしたね、福山からですが、令和と共に応援します。えー、グッとしました。ありがとうございます。私も福山ですよ。<laughs> えー、ですんで、よろしかったらね、あのー、ぜひお茶でも飲みましょう。というか、一緒にポスターでも貼りに行きましょう <laughs>。 <laughs> はいえー久保様の動画に気づいて見ることができてよかったの感謝を拍手の感謝の言葉を言わせてくださいうわ嬉しいですね山太郎代表の気持ちと似ていますどうかれいわし選組の力になってください期待していますはいありがとうございます選挙に出るなら手伝いに行きますよ岐阜県より私も山太郎代表の力になりたいだから早くここに取ってください そうですね。ちょっと家族にも話さないといけないんですけども、その勇気が私にとってはね、今必要なとこですかね。はい、ナオミさん、こんにちは。初めてこの動画に出会いました。広島県のあ片田舎出身です。いや、私と同じじゃないですか。<laughs> まだまだ地方の古い監修が田舎独特の人間模様や繋がりに縛られ、うかつに政治の話ができない雰囲気がある中で、以前、地元で偶然にポツンと令和の看板を見つけ、心躍った記憶があります。これね、私もね、 福山で見つけたときにね、おあったぞと思いましたね。同じ気持ちですね。難しいのですが、声を上げることは大事ですよね。と、令和な政策を支持しています。自分のできることをしつつともに頑張りましょう。頑張りましょう。はい。えー、山太郎さんには最後に残された私の希望です。絶対令和を大きく指したいです。私も同じ気持ちです。次。えー、素晴らしいね。私も金はなくてもおせっかいの方だからよくわかる。あ <laughs> 似てるかもしれないですね。 はい、えー、福岡から比例で応援してくださるということでございますパチパチパチとありがとうございます福岡からねはい、えー、久保さんは政治家になるべき人ですあなたのように純粋に民のことを考えることができる人が代議士という仕事をすべきです残念ながら今の令和の資金力では立候補したくてもなかなかできない実情が多いはずですその中で令和の貴重な戦力になり得る条件を久保さんはすでにお持ちです 9月の衆院選が濃厚ですが、今ならまだ間に合うかもしれません。ぜひ、総準を定めて、決意をお願い申し上げます、えー。そうですね、考えなくもないなと思ってますけど、どのくらい私の気持ちが高まるかね、これはね、皆様の応援と <laughs>、私がね、政治家になることを家族が許すかどうかっていうところの板挟みですね。はい、えー、次です。救急車の一件、つくづく大切な行動だなと思いました。そんな方だから応援していきたいと思ってます。これ、私も同感ですよ。 はい。深い話、ありがとうございました。いや、こちらこそでございます。なんか、取ってつけたような話だったかなと思ったんですけども、聞いていただきましてありがとうございました。次、山田さんへの最高、最善のアシストは、立候補することだと思ってます。そうですね。立候補者がいっぱいいいいれば、本当に言うことないんですけどもね。ある事情で私は立候補できません。いや、もう私もある事情ですからね、本当に。同じなんですよ。だから自分との戦いが、まさに、この国を幸せにするかどうかの戦いなんでしょうね。この無念を久保さんに託したいです。 出馬をしていただけたら本当に嬉しいです。応援していますと。ああ、嬉しいですね。その思いもちょっと私ね、背中に抱えていこうと思います。えー、久保さんおはようございます。どうもおはようございます。ご存知だと思いますけども、山本さんは外線の時、初めに、大きな音ですいませんって言いますよね。そうですね。しかも大きくなりすぎないように、自分の声が把握できるように、イヤモニターをつけていますと。いろんなことへの配慮に頭が下がります。久保さん、待ってますからね、と。なるほど。私もイヤモニターつけない件ですね。 えー、ライジンさん。いやー、令和を伝える動画が増えましたね。本当そうですね。私もね、ちょっと遅ればせながら、令和新世組応援動画を作らせていただいております。次です。ギャグルサンジマンの代表が、竹中。橋本、堀山、広之、大田だな。<laughs> <laughs> はい。えー、久保さんのお話には、ご自身の体験から滲み出る人間味に説得力がありますね。エレベーターのところ、なるほどなと思いましたと。他の米主さん、同様に久保さん、令和から立候補してくださいませんかこれからの時代は、有権者の政治民度も、 違ってくると思います。立候補するまでの人生のキャリアに、学歴嫌がらなど、分かりやすいプロフィールは判断材料になりませんねと。発信力、交渉力、人間、えー、人間力、世襲がみんなダメだとは申しませんが、3世、4世まで期待しているような政党に国民の未来を託したくありません。うん、ここは複雑なところですよね。確かにね、あの、後追いの2世、3世っていうのは、 腰が入ってないと感じるのはありますけども私も会社をやりながらねあの2代目の社長ってうまくいったら先代のおかげ七光うまくいかなかったらやっぱダメにしたとかって言われて結構不利なんですよねでも実際に政治の世界ってあのまあ親が政治家だったら子供が政治家になりやすいんですよだから就職先の一つとして政治家をされちゃうと困りますよね強い動機じゃなくって親父がやってたからみたいなね そうじゃなくって裸一貫自分がね国民の前に立ちはだかってあらゆる危機から守れる気概があるかってことなんじゃないかなと思うんですよ。うん、そう考えると本当はねもっともっとあの政治家になるのって難しいはずなんですけどもね。 はい。まあ、ちょっとこの話が長くなりますんで、コメントの方に集中したいと思います。感謝します。山本太郎、権力を持ったら変わることはないと信じています。公平っては難しいと思うけど、正しい考えと思うことは、私そんな立派な考えではないけど、しっかり応援したいと思っています。ありがとうございました。こちらこそでありがとうございます。えー、お話は大変心に響きます。でも、久保さんの障子の張り替えをしましょう。そう。まずはね、我が家を直せって話ですよね。これね、でも山本くんがね、破っちゃうんで、直してもね、すぐ破るんですよ。 だから、しばらく、ほっとからしといてください。すみません。はい、えー、気になりました。いよいよ話なのに失礼。<laughs> まあ、あの、私の人間味だと思ってください。<laughs> えー、次女ばかりでは政治家いりませんから、太郎氏は100年に一度の勇気ある、結出した人であり、愛に満ち溢れた政治家ですね。令和オーナーズ、西東京ということでね、ありがとうございます。令和オーナーズさんですね。えー、太郎ちゃんは情が深いですね。ずっと応援してるし、人として尊敬しています。日本人はどうしても、 多数派に流されがちですが大事なのはその本質を見極めることだと思います僕も太郎ちゃんのような紳士でユーモアあって常に熱い情熱を持った大人でありたいと思っていますはい一緒に目指しましょう、ね、義理と人情でいきましょう貴殿、えー、が真面目で理念高く人様への希望を与えられる仁ですまず何より看板瀬の表情が豊かですあそうでしょうかはいえーこれからもねあの応援いただけるように動画更新していきます やはり山田さんがおっしゃるように、即上げをしないとこんな、強者の理論がまかり通る世の中になるんだろうね。うん、そうなんですよね。強者弱者っていう位置づけっていうのは、あの、弱いものを食って生きるのが強いものじゃないんですよ。やばいな、危険だなっていうところに、自ら飛び込んでいって、ことを解決する。これが強者だと思うんですけどもね。はい。え、4月1日土曜日、13時半から名古屋の 白川公園から消費税配信インボイス反対の令和新世組の愉快な更新があるので参加してきます。あ、ぜひ行ってらしてください。名古屋ですかはい、ちょっと遠いな私は。心だけ参加します。すいません。ビジネスで成功できず赤字継ぎだった人がビジネス攻めにやってたんですね。これね、自分が儲けることと人を儲けさせることって別なんですよ。 で、しかも私の場合は、経費のかかる店舗ビジネスではうまくいかなかったんですけども、経費のかからないアフィリエイトは、まあ、うまくいったなってとこだったんですよ。だから私は売り上げを上げる力はあるんですけども、経費を使いすぎてたんですよね、きっと。そのバランス感覚が、えー、実店舗経営の、まあ、失格という烙印をされたとこだったと思います。店舗がないとね、利益は取りやすいんですよね。YouTube って無料ですしね、アフィリエイトも元でいらないですからね。 だから、まあ、うまくいったのかなと思います。すべては経費との戦いでした。まあ、今、人も雇ってませんしね。はい、次です。わかりやすいですね。ありがとうございます。あ、エレベーターの例ですかね。はい。えー、久保さん、令和から出馬してください。絶対に応援します。久保さんなら絶対できます。力強いですね。はい。後ろの破けた障子に生活感、飾ってなくていい。<laughs> これはね、もう何年もこうなんですよ。<laughs> 私の放送ってのはね、本当に等身大でお届けしております。<laughs> えー、ルサンチマン、きっちりした元年、ね、などねえです。 誰ごと、金持ちも貧乏人も曖昧ですよね結局、真の強弱で決まる。あ、ことの強弱で決まる。振り返って、過去を振り返って、私は何も成功したことねえし、これからも何もすることもない。よって他人がどうしようとどんな作品作ってもしょうもない。うん。似たような政党、おっしゃる通り例として参政党などがあります。立候補、大ね同意だし、三応援できると思う。まとめ、頑張れ。ああ、まとめがいいですね。なんかね、いや、恐縮でございます。はい。不満ばかりで国が、 悪ととかかはは生生ききるるる目目的的ががななない愚かな人間ですしししっかりしててればこんなに安心して暮らせる日本は実にありがたいまあ、そう思う方はいいでしょうね。そう思わない方がどういう風に救われるかって話ですよね。だから全部が自力でやれってことだったら国はいらないわけなんですよね。じゃあ何のために国や行政があるかっていうと、やっぱね、足らずを助けるためなんですよ。ね、やっぱり、どっかにね、足の遅い人もいるし、 あのすぐに眠くなる人もいるし疲れやすい人もいるし病気の人もいるわけですよ反対に元気な人もいたりとかねどこまでもあの活力があのみなぎってる人もいればねみんな違いますからですんで自力でできる人はどうぞ自力でやる自由も担保されますでも人のお手伝いを借りないと難しい人ってのは是非ねお手伝いをね遠慮なくすればいいと思うんですよそうやって助け合っていくと思う必要だと思うんでね いろんな方があっていいのかなと思います、えー、そして力のない方でも温かく迎え入れるような日本であってほしいですよね政治への挑戦期待します令和オーナーズ東京足立区はいそうですねチャンネル登録しました共感しますいやあのね令和オーナーズさん結構目立つようになりました、ね、すいません、えー、要はインフルエンサーね、えー、私の場合はねインフルエンサーですね あの、まあ、一応、アフィリエーターとしての実績も結構長かったんで、一定の自信はあるんですが、でも、こと政治となると、使うエネルギーが別ですからね。あの、どちらかというと、金稼ぎで上手な人ってのは、政治の世界では、必要なんだけども、好かれない傾向にあるのかなと思います。なんだかんだ、アクセス集めっていう風に言われるとね、いや、アクセス集めですよって言うしかないんで、金稼ぎもアクセスを集めないといけないし、やっぱ票集めもアクセスを集めないといけないんで、だからね、アクセスを集めるのが、得意な人が、やっぱり、 こう政治っっててもののを志すといいのかなって気がしますけどもまだ私もねこれからいろいろと学んでいこうと思いますで最後のコメントですね太郎さんが外で話していること立憲民主党は法案にして今回も消費税に関する法案出しているはずですえ高額の人に少し、えー、我慢してもらうとにかく法案を出すそれをやっているのが政治家なんだから太郎さんが今の政治家を批判するときには太郎さんがあ 表で騒いでいると、立憲民主党法案にまとめています。ああ、救急車が通る、それは人として、えーえー、なんだこれ、やることです。これちょっとすみません。賃金を上げる、税を動かす、政治家は勉強して法律の丸めにどんな法案を作って審議するか、あなたが口で言っていることを太郎さんが法案にしてくれますか、国会で、えー、議論してもらいましたか。 森裕子さん落選中です。国会で子供手当通したから茶の間に届きました。今やらなくてはならないのは、あなた方のような低賃金の方の老後にもらう年金について、段階ジュニアの年金制度、えー、立憲民主党にやってもらいたい。他にやらなくてはならないことはたくさんあります。太郎さんも野党に混ざって、えー、クスオ議員のように法案を出す、議員立法を出したとか、話聞いたことありますが、それをしないと始まりません。 立憲民主党党員。あ、なるほどね。立憲民主党の方の考えですね。やっぱり党によって考え方が違って、まあ立憲民主党の方は、冷静は新選組のことにね、同意するところが少ないから立憲民主党の党員されてるんだと思いますんで、ここはまだね、あの、100%カチッとすり合うことはないと思いますが、まあ様々なね、えー、あの、コメントの方ありがとうございます。まあ、こういうのも参考にしながら、あの、一体政治ってのは何なのかなってことを考えさせていただきたいと思いますね。 うん、やっぱね、あの、心すことと、心してる人を、うん、なんか応援すること、心差す人を、冷や水かけて潰すことって、様々なことがあると思うんですよ。でもそういうのにも、こうね、負けずに、一歩二歩を記していくってことから始めないといけないでしょうね、私たちもね。はい、えっ、ー、と、コメントが、続きがありました。太郎さんが外で騒いでいること、法案にまとめないと話にならない。ご字脱字、えー、ご容赦ください。外で話すことは、 あいつかに任せて、誰かに任せて、中で他党に混ざって法案出したり仕事をしてください。えー、委員会も大切です。あ要するに、山本太郎さんが国会内で働いてないってことを言いたいんですね。うん、まあ、でも、知名度を上げていかないといけないフェーズではありますからね。えー、立憲民主党の党員さん、立憲民主党はもう知名度がありますんであの、中の仕事を一生懸命すればいいと思うんですよ。知名度がない令和新選組ってのは、とりあえず知っていただくこととかが必要なんで、 多分外政に重きを置いてるのかなと思いますし、あとはね、大事なのは、市民の声、市民の Q&A をしてくれないんですよ、他の政党は、立憲民主党もそうでしょう、立憲民主党も、私が何かを尋ねても、回答は得られないんですよ、で市民、国民をないがしろにしてるわけなんですよね、NHK 党の立花隆さんは、私が電話しても答えてくれます、確かで行くことがないんですけどもね、山本太郎さんも身をさらして、きちんと Q&A してくれるんですよ。 だからその Q&A っていうニーズがあるところに立ち続けるんじゃないですかね。だから国会の中で偉い人がね、いろいろと話し合うのも大事でしょう。ね。偉い人がいろいろと話し合うのも。まあそういうふうな貴族たちは貴族たちで、いろいろと勝手にやればいいんですけども、そこには国民の声は入ってないですからね。だからそういうところもあるのかなと思います。もちろん両方必要だと思いますんで、あの議員立法を出すことをね、あの、どうとも思ってないわけではありません。えー、前回 NHK 党の議員立法の中で、 ガーシーシ議員、ね、NHK 等の、uh, NHK の郵便法違反なんてのは立派なもんでしたけども範囲がないっておかしな理由で跳ねのけられてましたけどもねまあでもそういったことが一つ一つ私たちに伝わっていくことっていうのが非常に政治を語る上で大事なんであのぜひねあのー、この立憲民主党の党員さんあのー、まあ面倒でなければ知らない我々に 知らない我々組にですね、いろいろと政治のことを教えていただければ、もうちょっと私たちも賢くなれるんで、知識を持ってる人は知識をね、広めてもらいたいと思います。山太郎さんは外旋で知識を私たちのために使ってくれてますんで、だからね、信頼できるところがあるんじゃないかなと思います。はい、えー、最後はね、非常にえ大きな枠を使ってのコメントをいただきましたんで、えー、ここについてはね、また考えを深めていきたいと思います。どうもありがとうございました。